芸能界と反社会的勢力のつながりが垣間見えた事件3選。1、プライド社長自殺事件。日本で起きた未解決事件のうちの一つであるプライド社長の自殺事件。2003年、日本は総合格闘技のブームで熱気にあふれていました。ブームの火付け役となったのは人気格闘イベントプライド。しかし2003年1月、このイベントを主催する会社社長森山直人が自殺したと報道されました。警察の会見ではプライベートによる自殺となっていますが、記者たちをはじめ多くの人々が素直に受け止めることができません。理由として多くの疑問点が残っていました。亡くなる数時間前に記者たちに会社の今後について熱く語っていたからです。しかも遺書も残されていません。森山直人さんは社長に就任した後に不透明な金の流れや経営をクリーンにすることも話していました。裏社会とつながっているとされる会社のパイプ役とも社内で対立しており、彼らが関わっている可能性が高いと考えられています。彼が変死した後にはっきりと分かったことは、裏社会がプライドのイベントに直接影響力を持ち始めたことでした。当時フジテレビがイベントの中継を行っていましたが、イベントと裏社会の関係がスクープされたことで打ち切りを決定しました。これにより会社は経営が悪化して倒産、裏社会とのパイプ役も自宅のお風呂で死亡という不審なことが相次ぎます。社長の死因は自殺のままですが、十分な証拠がなかったのかもしれません。2、中田カウス特別顧問辞任。漫才コンビ中田カウスボタンを結成後、多くの漫才大賞を受賞されています中田カウスさん。今では M1 グランプリの審査員にも呼ばれ、笑顔が印象的ですね。ところがこの中田カウスさんには黒い噂があります。2007年、中田さんが5代目山口組渡辺義則組長と浅からぬ関係にあるということが報道されたのです。それも吉本興業の創業家と中田さんらの勢力とのお家騒動がきっかけでした。創業家側が中田カウスさんと山口組との関係をリークしたのです。これを受け吉本興業は中田さんを特別顧問から解任し、事実上の降格をさせ、騒ぎは収めた形にしましたが、これ以降に裏社会との関わりのあった芸人さんたちの処罰に比べるとどうなんでしょうかね。またこの件と関係あるかは不明ですが、2009年1月9日、中田さんが何者かに襲撃されました。この事件でなんと全治2週間の大怪我、未だ犯人は捕まっていない未解決事件です。騒動自体は風化しましたが、結局犯人は未だに不明のままです。最近の吉本興業の騒動により、また中田さんと山口組との関係が取り沙汰されています。このような問題ばかり起きていますが、吉本興業自体の問題は収束できるのでしょうか。今後の動向に注目です。 3. 鶴田浩二襲撃事件。少年時代から芸能界に入り活動をしていた鶴田浩二さん、芸能界のトップスターとして絶大な人気がありました。しかしそんな彼を暴力団組織山口組組員が襲撃するという事件が起きます。1953年1月6日、4人の男たちが鶴田さんの泊まっている旅館で待ち伏せをし、群がるファンに混じって機会を伺っていました。4人は何とか部屋に侵入すると、夕食をとっていた鶴田浩二さんたちをレンガやウイスキーの瓶で殴りつけ、頭と手に11針を縫う怪我を負わせました。その後4人組はすぐに部屋を飛び出し逃亡を図ります。警察が調べると、山口組の関係者が美空ひばりと鶴田浩二の2人に興行のオファーをしたところ、マネージャーにぶしつけな言い方で断られたことが原因でした。鶴田さんは裏でそんなことが起こっていると全く知らず襲撃されてしまったということです。
昔には直接オファーなんてこともあったんですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。